模型娘のもち子です。ずんだもんなのだ。今回はメダロット5のラスボスを主人公機の新参と黒閉じる短期で倒します。メダルはすべてレベルと熟練度関数と育成済みなのだ。新参のジェダイクスメダルはリーダー効果、クリット増加、クリティカル率が上がるので、即席で成功を上げてソードをリーダーのハードネス点に当ててクリティカルで倒します。ジェダイクスは殴るの熟練度レベルが5だから、新参のクリティカルソードが一番活かせるメダルだよね。クワガタメダルは進化回数も多く相性値も高いので。なんでホーンドフロギーに攻撃してるのだ。格闘は一番手前の敵を攻撃するので、しっかりハードネス点を狙いましょう。格闘攻撃後が防御負荷だから、避けられないハードネス点のライフルとミサイルは命取りなのだ。次はしっかりハードネス点を狙います。クリティカルは出て大ダメージだけど、メダルの性格上脚部からの破壊なのだ。ここのミサイルはスクイーズに被弾しないように祈りましょう。よし、脚部破壊してハードネス点の推進が下がったので、ここは索敵を挟みましょうか。次あたりはパートナー2機に追い抜かれそうだよね。ここはハードネス点が最後尾になりそうなので、ソードで攻撃しましょう。ここまで来たら索敵は OK。 ハードネス点より先に動けたのは美味しいです。頭に当たったので、これで終わりです。ディフェンスパーツセレクトの実装が待たれる。次は黒閉じるです。こちらのメダルはコーカサス、もちろんレベルと熟練度は関数と育成済みです。コーカサスは撃つの熟練度レベルが5だから、ライフルとミサイルで攻めるにはうってつけなのだ。黒閉じるの攻撃はノーデメリットなので安定して防御はできますが、新参みたいにすぐに火力が出せるような芸当ができません。リーダー効果の対撃威力が長期戦を想定したような効果だからね。なので最初は目立つスキルが溜まりやすいライフルで攻撃しながら、負ダメージで目立つスキルを貯め、目立つスキルが溜まったら射撃全開で射撃の威力を上げます。対撃威力と合わせてパーツ攻撃の威力がすごく上がりそうだよね。ここでようやくミサイルを叩き込みます。カブトメダルみたいなスピード系は脚部を狙うので、なるべく脚部を壊さない程度に。ギリギリなのだ。でもこのダメージなら次は腕で防御してくれるのだ。格闘はタイミングさえ合えばリーダーを狙えますが、射撃機体は種取りが問題ですよね。脚部は壊れちゃったけど、あと一撃のところまで追い込んだのだ。そのままハードネス点を狙ったので、ミサイルを撃って終わりです。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたなのだ。